皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今日からはソニーコンピューターエンターテインメントベンドスタジオによる7年ぶりの期待の新作 Days Gone、 こちらをね遊んでいきましょう。この SC ベンドスタジオ、過去にプレイステーションビータのアンチャーテッドを2本作っていたんですね。最後にリリースされた作品が2012年日本未発売のアンチャーテッドファイト・フォー・フォーチュン。それから約7年ぶりの新作になっています。パンデミックが発生して人間社会が滅んで約2年、そんな極限の状況を生き延びる非感染者たちの奮闘や衝突を描いた作品です。今回もプレイステーション4プロにて 1440p60fps の超高画質で動画をアップしていきます。大量の感染者、フリー感が押し寄せる終末世界で、今回も皆さんと一緒に癒されていきましょう。さあそして今回の映画紹介コーナー、今回のテーマはデイズゴーン的なサバイバル作品4本。左からサバイバルファミリー、アイアムレジェンド、28日後、そして最後にエド・スタフォードのザ・無人島生活、ザ・秘境生活、この4作品。でね、今回特にお勧めしたいのは邦画サバイバルファミリー。ある日日本中の電気ガス水道といったインフラ、それに加えた電気を使った製品ですね、パソコンとかスマホとか車とかね、そういったものが全て一気に止まってしまったらという設定の作品。感覚的には核爆弾の EMP に近いでしょうか。そういった状況下になってしまったら人間はいかにして生き延びるのかという部分が描かれるんですけども、これがね、パニック映画として見ても面白いんですが、災害対策映画としても本当に勉強になる内容でした。実は車のバッテリー補給液、精製水ですね。あれはそのまま飲めたりとかね。あとは蒸気機関車ですね。SL だったらそういった状況でも動かせたりとか。なかなか日本を舞台にしたこういった作品って少ないですよね。これね、おすすめです。サバイバルファミリー。あとね、今回初紹介。エド・スタフォードのザ・無人島、ザ・秘境生活。これもともとディスカバリーチャンネルで配信がされていた作品なんですけども、多分ね、今 YouTube でも見れるかな。イギリス陸軍出身のおじさんで、でね、人類で初めてアマゾン川の全長を踏破したっていう人物。SS 出身のベアグリルスさんとね、双璧をなすっていう感じのおじさんです。で、時には本当にもう全裸からサバイバル始めたりすんの。YouTube の公式動画もどれもね、だいたい200万から300万回くらい回ってるんで、まだ見たことないっていう方はぜひ見てみてください。さあではね、前行きはこの辺にして早速遊んでいきましょう。 Days Gone。 さあニューゲームとオプション、これそうね、一旦見ておこう。オプションで、まず操作設定、これキーバインドね、こういう感じと、画面設定、これ起動ですね、画面起動と、オーディオ、これまあデフォでいいかなと、言語、これそうね、字幕音と、ゲームプレイ、難易度イージーもしくはノーマル。まあ、これそうね、ノーマルで。どんどん殺してくれ。で、最後は HUD。経験値表示。これデフォーフなんだ。オンにしよう。よし。さあ、これでニューゲーム。行きましょう。で、なんか知んないけどハードが増えた。ここでか。これそうね、一旦ノーマル。で、途中でぬるかったらハードに変えましょう。まずノーマル。熱が出てる。内臓をやられたのか。このままじゃやばい。大丈夫かサラ。バカみたい。あんな小さな子に刺されるなんて。ひでえガキだ。おい、手を貸せ。よし、ゆっくりだ。痛い。待てずに。ここにいたらまずい。屋上に行ってヘリを探す。おい、助けてくれ。怪我をしてる。彼女どうしたんだ。あの怪物どもにやられたんじゃない、刺されたんだ。でもヘリはいっぱいだ。なあ聞いてくれオブライアン、早く病院に連れて行かないと。このままじゃ死んじまう。病院なんてないよ。おい、なんだよそれ。だったら医者は野外病院とかなんかあんだろ。僕はただの大学院生なんだよ。そんなこと僕に言われても困る。オブライアン。ああ、分かったよ。でもヘリには2人までしか乗せられない。2人ってふざけんな。無料オーバーなんだよ。2人以上は無理だ。分かった。おい、手伝ってくれ。ほら、安心しろ。
大丈夫だからな。捕まって。すぐ戻ってくる。よし、ブーザー。早くヘリに乗るぞ。待て。早く乗らないと。聞こえてたぞ。あと二人しか乗れねえんだろ。ほら、さらっと行け。心配すんな。こんな傷、兵でもねえよ。な。そうだな。行き先は？何？どこ行く？スリーフィンガードジャックの西にある難民キャンプだ。ダメ。サラ、ブーザーを一人で残したら死んじまう。近くにいる。またエンジンを切れ。生きてるぞアルバレス。しっかりしろアルバレス。何があった？これはドイツにやられたリッパーどもか。レオンにやられた。よし、さあまずはバイクチェイス。レオンを捕まえる。行こう。で、アルミ、フラクセンね。カットパス。で、バツボタン。これブースト。多分ニトロかな。ナイトロオキサイド。あ、これ撃ってきてんぞ。撃ってきやがった。どうせすぐ弾切れにやる。プラス火炎瓶。危ねえわ。よし、さあ回避してブースト追いつく。こっちか。ん、ジャンプ台。よし、あのハゲのおっさん銃は撃たない。さあ再びジャンプ。いいよ、今のとこツーリングゲーム。これも楽しいな。で加速をかけて、で鹿さんがいる。危ないよ。おら、くらえ。どうだ、クズ野郎め。当たったぞ。え、お待て、あの野郎、マイクを捨てやがった。ヒットしたのか。
援護頼む。よし、任せろ。あっちだ。行くぞ。さらに追っていこう。で、追跡。アルソンしてサバイバルビジョンを発動すると手がかりや周囲の情報が見える。やってみよう。R3、こうね。こんなとこに逃げやがって、ウリーカーにやられてえのか。もしかしたら、キャンプに行くつもりねえのかもな。いや、レオンがブツを売る相手は、オープランド以外いないだろう。で、まるでしゃがむ。今のタスク、レオンを追う。一思いにやってやる。やってやろうか。楽にしてやろう。こっち。さあ、この奥いるのか。ああ、ちょっと待て。なんだろう。追跡中の手がかり。サバイバルビジョン発動中は向いてる方向に手がかりがあるとコントローラーが振動する。振動は手がかりに近づくと大きくなり、遠ざかると小さくなる。なんかあるぞ。見てみよう。ああ、これレッドデッドリデンプション2とかね。ウィッチャーっぽいな。さあ、何かを見つけたらしい。インタラクト。なんだろう。見つけたぞ。あっちだ。後が新しい。あ、これすごいね。ビジョンが見えるんだ。妄想なのか事実なのか。よくわからん。行ってみよう。一思いにやってやる。お前はどこで追跡を覚えたんだ。ガキの頃よく親父と狩りに行ってな。何キロも鹿を追ったもんだ。でもこの森林のグラフィックね、これなかなかにいい感じですね。こっちだ。アンチャっぽくてね、雰囲気あるわ。さあ、そこなんでしょう。資材置き場とこっち。これは行かなくていいか。まずこっちね。どう？おい！いや、これ今の食らうだろう。どうやっても多分強制イベント。ああ、ちっとかすっただけだ。あんな奴の弾でやられるかよ。クソ、あの野郎。だから大丈夫だ。でも庭に5分ぐらい持ってかれたよ。大丈夫か。さあ、どっち逃げたかな。滝の方に降りてったに違いない。しかも相当出血してる。すぐに追いつくだろう。滝の方、こっちか。さあ、乗り越えてこっちで、下にあれか。フリーカーめっちゃいっぱいいる。調べろ。すごい血だ。失血ってのはかなりの激痛らしいが、お前はよく知ってるよ。アルバレスはまだ生きてたぞ、クズや。あいつに使う弾がもったいねえだろ。おっと、ちょっと待ってくれ、ブーザー。レオン、ブーツをどこに隠した。おとなしく言えば、てめえと違って人思いにやってやる。迷ってる時間もなさそうだ、レオン。奴ら血の匂いを嗅ぎ取って、すぐにここまで来るぞ。生きたまま食われるってのはどんな気分だと思う？なあ、生きながら引き裂かれるのは。すぐにわかるぞ。くさばれ。そうか、アバよ。いや、待て。わかった、わかったから。あれは、ここにある。どこだ？墓地だよ。あの、古い墓地の中だ。ありがとう。おい、待て。やれよ。このまま置いていかないでくれ。早くやれって。この嘘つき野郎め。やれ。
いつを証拠に持ってく。あれでよかったんだ。いいか、墓地ね。そこで見捨ててたら、あのクズと同じになっちまう。さあ、トロフィーゲット。これ主人公結構アウトローっていうかね、悪人セーブ多めなんだ。いいですね。さあ、こっち。で、次、200m、そっちか。あのフリーかね、なんかみんな裸でジーパン履いてんだな。ああいう病気なの。裸になってジーパン履きたくなるっていう。こっからこれすげえ来そう。行ってみよう。で、ダッシュ。多分まだできないかな。おい、待て。どうした？この辺に傷の手当てに使えるものがないか探してみる。今更か。よし、これです。使えるかも。もう一個。バンデージの素材を見つける。もう一個。どっかないかな。こいつか。え、こんなゴミでいいの？バッチリでこれ。よし。で、ホイール。からの、R。医療品カテゴリー。これかな？で、さらにクラフトする。R1。よいしょ。よし。で、今度使っていく。R2。こうね。まあ、これでいいだろう。よいしょ。よし。とりあえず腕を失わずに済みそうだな。他ないですね。なんもないわ。行こう。こっち。で、ダッシュ。よし。ここで解禁か。こうね。で、ダッシュしながら丸ボタン。まだできない。スライディングっていう風に書いてあった。今夜は狩りに出て、少しは稼ごうと思ったが。この雨じゃきついだろう。でも、クレジットを貯めて、必要なもん買わないとな。はあ、そうだな。でも、早めに帰るぞ。こっちゃない。あ、これ結構細かいね。措置ダメか。迂回しようと思ったんだけど、こういけと。すいません。くそ、体が重いな。さあ、到着。どうかな。レオンのバイクに何かないか見てみる。ああ、嘘だろ。なんだあの野郎。おめえバイクで漏らしたのか。ガソリンだ。レオンの野郎、燃料ポンプを打ちやがった。奴のバイクの部品は。こりゃダメだ。はあ、仕方ねえ。ウリアリーザンに戻るぞ。朝になったら部品を持って戻ってくりゃいい。いや、朝まで待たなくても部品ならすぐ見つかる。あ、うん、あ、うん、クレイジーウィリーがここから近い。そこに寄ってこう。何考えてる。もともと狩りをするつもりだったろ。あそこなら部品も手に入る。冴えてるな。よし。レオンに何渡された。ストーリー更新。なんかの地図みたいだ。バイクを回収したら墓地に行って調べてみるか。ああ、だな。まずバイクの修理か。なあ、ディーク、明日タッカーに薬を届けてレオンの賞金を手に入れたら北に向かうってのはどうだ。北に行けば何か変わるってのか。さあな、とにかく俺はここを離れてえんだ。北上すんのか。見ろ、道が塞がれてるぞ。気をつけろ。何日か前にも同じようなことがあったが、リッパーどもがトラックを使って道を塞いでたんだ。こいつを動かすぞ。ここな、不穏な気配しかしないけど大丈夫かな。で、車両を押す。一部の車両は押して動かすことで道を開けたり塞いだりすることができる。四角を長押しして車を押す。やってみよう。いいか。ああ、これなんかね、もうこのおっさん二人で生き延びればよくない。彼女これいらんだろう。あそこ乗ってるわ。死体かな。おい、誰だよ。画面外。待つ。よし。さあ、格闘ですね。 R2 ボコそう。ナイフ。さすがにこれ引くわ。こうだ。で、
ロール回避からの、こうよし、でコロンコロンしてこうよし、 CQC やったか、行くぞ、あと少しだ。この兄ちゃんこれ強いな、普通に引くぐらいに強い。行こう、よし、これ略奪とかいいの、ほっとくの、あそう、あとね乗り方がかわいい、ちょこんと乗ってんだ。ネロの検問所を通るぜ。じゃあもうすぐだ。これ探索待つそうね、検問所。くそ、おいどうする。ショットガン貸してくれ、先に行く。よし、さあ正義のショットガン。渋滞したみたいだな。あんでもって身動き取れねえでフリーカーにやられたが。ああ、たくバカどもがさっさと逃げりゃいいもんよ。考えなしに国の奴らに従ってわざわざ殺されるのを待ってたってわけだ。トンネルの中じゃイチコロだったろうな。ここいいね、雰囲気ありますね、ダイングライトっぽい。で遠くに光、出口か。この匂い、あくせえ。そこだな、ほら行くぞ。いや待て、火炎瓶はどれくらい残ってる。帰りでいい、今はほっとり。いや今片付ける。この野郎暴れてだけだろ。お出ましだ。よし、やる気満々。どっから来る？あばよ。普通にそこからか。これ電柱の巣なんだ。デイク、デイク。おい、やめろデイク。落ち着け。もう死んでる。ショットガンが壊れちまう。ああそうだな。また行くつもりだな。何の話だ。難民キャンプだよ。だからそんなにイラついてんだろ。イラついてねえ。サラが死んだのはおめえのせいじゃねえ。黙れ。あの時一緒にヘリに乗ってたとしても二人とも死んでただけだ。いいから黙れ。あれ死んじゃったんだ、墜落したのか。この主人公いいね、なんかね容赦がない。よし、さあリロって、物品、なんか取ってる。よし、スウォーマーの耳と、これはこれインタラクトできないの。よし、四角どうで、サルベージ、スクラップか。うるさい、クロ。よしよし、こっちこっち、これ何、なんかね行きたくなんだよな、ゲーマー的に。なんもないか。あとね、そっち、そこもなんか三角。あ、これ結構いっぱいあんな。そっちね、トンネルを進む。ここはバイクじゃ通れないな。横に通路がある、あそこから邪魔な車を押してみろ。やってみるか、ヘッドライトで照らしといてくれ。待ってね、弾薬。よし、いただこうと、こっち。あ、これそこから押すんだ、こう行ってそっちね。よし、となったらこっちか、入っていこう。ここな、これすげえいそう、この通路よ。だっていいね、ワクワクすんな。でさらにアイテム、包帯ね、クラフト可能。これ一応作っとこうか、こうやって医療品で作る。よし、
どう？おい、エイムしてたのに。バツ。よしよし。うん、この子強えな。頼りになるわ。安心してられる。で、さらにアイテム。そう、本作ね、ネット上でアンチャーテッドを作った会社の新作っていう風に言われることが多かったんですよ。ノーティードッグね。いいぞ。ただ、ノーティーはこれ絡んでないかな。過去に PS ビータのアンチャーをね、2作品作ったっていうだけ。で、まあ、ノーティーっていうと、ラスト2ですね、やっぱり。あれ、本当に楽しみ。できれば初見最高難易度。グラウンドで進んでいきたい。よし。で、これを押して。はい。よいしょ。あ、またピヨピヨ言う。ということは、来る。わざとやったわけじゃねえよ。よし。さあ、リロって。弾薬大丈夫ね。そっち側、結構これアイテムあんな。まずこいつね、これ拾って、他大丈夫？こっち。よいしょ。で、スクラップ。OK。とね、そっち側、あ、これやっぱそこ行けるんだ。こうしゃがんで入る。ここもな、いそうだな、おい。いるのかい？これは、首吊りしたいか、普通の。感染者じゃない。これ感染ってね、どういった経路でするんだろう。空気感染あんのか。多分ないか。噛まれたらとかな。さあ、こっち。ここもないね。ん、あったわ。すいません。よし。で、なんかのアップデートのパッチね。あ、びっくりした。この子ね。あ、待って、声する、声するよ。わちゃちゃって言ってた。どこに、あ、そこにすげえいっぱいある。先にアイテムかな。そっち頼む。よし、スクラップ。これ取って。はい。こうすんだよ。さあ、経験値。で、さらに一匹いる。正義のシャッカー、ショットガン。あ、まだいんな。はい。で、リロって、アイテムの探索ね、これはなかなかに忙しい。光ったりしないんだな、これ。これ、そうね。まず、ここかな。耳取って、これ耳回収して、これ何に使うんだ。よしと。弾薬。こっち、やっぱこっち、これはいけないか。いや、ただね、そこになんかあんだな。多分しゃがんでいくのか。行ってみよう。あとね、このゴーンっていう単語、まあ、ゴーの過去分詞なんですけども、基本的には行ってしまっても帰ってこない。あと、過去にそこにあったけどもうないとかね、そういったニュアンスを持ちます。あったけどもうないっていう。なんで、まあ簡単な文章だと He's gone とかね、彼はもう死んでしまった。また巣がある。ひでえ匂いだ。これ燃やしてくれ。アイビンは残ってるか。さっき使ったので最後だ。作る材料はあるんだろう。よしと。で、次、フリーカの巣を燃やす。1コロだ。こっちか。よし。で、次。すぐに終わらせる。ホイール開いて爆弾カテゴリー。爆弾。こっちか。で、火炎瓶。これ作って。よしできた。よしよし。で、手に持った状態で L2 でエイム。で、投げつけると。よし。これ持ってんの？持ってますね。これで、ポイ。やるぞ。で、再び出てくる。来るぞ。連中もね、こうやって巣作りするんだね。かわいいな。おい、デイク、乗れよ。ああ、ちょっと待て。待ってね。よし、素材。これ回収して、もうないか。ですね、もうない。行こう、出発。
ツーリング。お前が言ってた北に行くって話だが、おめえは一旦ここを離れてリセットした方がいい。じゃあ明日賞金を受け取ったら北に向かうか。おう、いいな、そうしようぜ。さあお次どこに行く。まだ暴れてえか。くそ、フリーカーまみれだ。どうする気だ。嫌な予感しかしねえけどな。お前はただ突っ走ってできるだけ奴らを引きつけてくれ。俺は裏から回り込んで奥にある店まで行く。本気か。部品を探す時間を稼ぐだけでいい。終わったらすぐ逃げる。ついでにフリーカーも殺してな。おめえ自殺願望あんだろ。大丈夫だ今日はな。ほら来やがれクソ野郎ども。どうした。こっちだぞクソったれ。しっかりついてこいよ。これどっちかというと彼心配だな。さあどういくか。ニュートだ。おい邪魔だ、どっか行け。まずこっち、多分こっちだと思う。どういくかな。まず店まで行く。クレイジーウィリーを探す。しらっ、そこに一匹。これはな、ちょっとまずいですね。多分これ見つかるもんな。よし、懐中電灯これ消して、ピストル20発。あ、そこにもいる。これいけなくない。なんかあったな。これ何、角材。一応これ持っとこう。で、格闘攻撃。ちょっと待ってね。プラスアイテム。よし。ね、これ多分殺すしかないんじゃない。ステルスこれ無理だろう。コロッ、あそこにすげえ陣取ってる。こっち行こう。こうだ。コロンコロン。おし、まだ見つかってない。で、これどこに行くのこれ。クレイジーウィリーを探す。その中にあんな。で、ニュート。ニュートは屋根の上など高くて攻撃されにくい場所を好む。だが体力が低下した人間や縄張りを犯す者には攻撃することもある。よし、それでいい。そこでおとなしくしてろよ。よし。で、こっちはないんだな。いや、燃やしていける多分。アイテム、よし。やっぱそこですね。医療品じゃなくて火炎瓶。クラフトができない。ビール瓶。これは足りない。どっかないか。ビール瓶。あ、こっちだ。で、そこに確かそう。一匹いた。あれなぁ。角材でぶん殴るか。もしかこう裏から行って殺すか。で、茂み。茂みに隠れるとステルス状態になる。まるでしゃがんでるうちは敵には姿が見えない。隠れたまま石を投げて敵の注意をそらすことができる。投石をまず教えてください。ちょっと待ってね。投石。石。これか。妨害物。で、これにして、そっちじゃない?これ。反応してないですね。これはまあ、殺すか。多分ステルスいけるはず。三角。よし。OK。で、燃料か。ビール瓶じゃない。そこに一個。これなかなかにね、突き放しますね。序盤から。あ、それ上か。これなんかないかな、どっかに。ビール瓶。瓶がない。まず瓶探しだ。どっかにないか。あ、そこに一人いた。これはまあ素通りかな。
そこにずっと陣取ってる。あ、これやっとこう。上行ったな。これも、うん、一旦そうね、放置。ビール瓶ねえか、どっかに。ビール瓶。これできますね。いつの間にか持った。よし。で、これ持って、ここに、どっちだ？そっち、うん、こっちね。こっちに、あい。で、燃やして、え、これ何違うの？あ、出てきた。やっぱり。よし。で、敵を一掃する。了解。4分の1。これね、挙動が結構ふらつきますね。なんか、くねくねしてる。あと残り2人。そこにいる。これ、どういくかな。こうか。で、格闘。あ、これ子供なんだ、多分。ですね。あ、これすごいな。よし。子供これやっちゃっていいんだ。OK。でね、敵の一発、これがね、でかい。普通にこれ半分食らったもん。よし。ノーマルでこれか。結構これ難しいんじゃない？で、さらに火炎瓶。よしよし。で、一旦そうね、医療品。使っとこう。よし。で、さらに火炎瓶。布がない今度。布か。どっかにないか今度。そこになんかあんだな。この中。そこ。これ何？こっちか。トラックの中だ。こっちだ。よし。で、ここも火炎瓶。あ、ただ。火炎瓶をまず持ってない。だよね。一個もない。困ったな。布があれば壊していける。あ、こっちか。で、ここ、これなんもないんか。あ、そう。せっかく壊したのに。で、ここに素材。よし、これ布かな？ですね。で、再び火炎瓶。これ作って。で、そこに、ほい。これ外したらどうなんだろうね。作った火炎瓶。あ、また湧いてきた。よし。で、敵を殲滅。バレたのか。大丈夫？今一瞬赤くなった。大丈夫かな。よし。で、再び耳ゲット。できればそこに行きたいんだけど、これ、どうかな。ちょっと待ってね。うん、だんだん壊れてってる。よし。さあ、炎症して、これ長いな。地味に長い。で、コンテナボックス。これなんだろう。明らかにレア層。弾薬か。ショットシェル6発。よし。さあ、お次。このゲームこんなにスリリングなんだ。正直ね、もっと簡単だと思ってた。ぬるいかと思ってた。これいいですね。さあ、お次。そこなぁ。そこも行くしかない。で、火炎瓶。布がない、また。布か。そこ、それ広いね。どういくか。あ、ここに2匹いる。これ結構きついんじゃない？ショットガンかな。よし。さあ、リロって、素材。耳取って、あと、こっちか。お家の中。行ってみよう。待って、声がする。あ、これ多分中にいいんだな。おそらくは。ちょっと待ってね。あ、これアイテムじゃないんだ。ゴミ箱。隠れることができる。使いそうだな。よし。さあ、花もらって、こっち。お家の中。チラリ。どうだ？
声はするんだけども、あと待ってね、薬。そっち、ここにいるかどうか。あと木製バット 100% 耐久度ね。こいつは冷蔵庫どうかな。消毒液、多分アルコールと薬。よしよし。でこれ次そのやっぱ外かな、外に行くしかない。あとねここに何かあったな。あ、ゴミ箱か、さっきので。それとねこっち側、多分これもゴミ箱かな。あ、違うんだ、花か。で、すげえ声する。すげえする。どっちだ？そっち。こっちは？こっち大丈夫。そこなぁ、そこすげえ多いんだよな。これやっとくか。一旦ハンドガン、これにして。よし。OK。からのショットガン。あ、ここにいた。まずい。ダッシュ。ショットシェル、これ残り7発。割と少ないんだ。無駄遣いができない。どう？ただパッと見結構減ったね。よしよし。あ、でもあれか。そこを壊したら出てくんだ。連中の巣だもんね。アイテム。よし、回収済み。こっち。そこになんかこれすごいあんだな。なんだあれ。花か。いや、他にもこれなんかあんな。リグ、そっちはどうだ？見つかったか？今ガレージに入ろうとしてる。中にポンプがあるはずだ。なら急げよ。さっきあれを見かけた。リッパーどもが立てるあの気味悪いやつだ。紋章か。ああ、奴らが近くにいるぞ。紋章、なんかのオブジェか。で、進行方向そっちね、奥の方。いや、これなかなかにスリング。結構ね、変な汗かきますね。で、スクラップ最大持てないか。よし。で、それとやっぱそっちかな、気になるの。こんなか。まずこっち。薬も最大。バット。これどっかに布ないかな？あった。そう、火炎瓶の材料ね。モロトフの。と、弾薬。よし。これ本当にうまい。8発。ここもないかな。で、まず先に、クラフトしよう。火炎瓶。これ作って、よし。で、向かうはそっち。うん、ここにもあった。OK。で、プラス金庫。これ何？あ、これ番号が必要か。どっかにあるんだ。金庫の番号。どこだ？どっかにある。で、さらに、あいつもいる。パンフレット。ちょっと待ってね。パンフレット。これ見ていけんの？所持品。で、地図と目標、こういう風にスワイプするんだ。こうね。スキルメニュー。これをスワイプ。で、所持品メニュー。これもそう。と、ストーリーメニュー。上下左右ね。よしよし。さて。で、まず所持品ね。ね。これでもないのかな。未発見。ですね。いや、これだわ。パンフレット。よし。フロンティアモーテルのパンフレット。ここにこれナンバー載ってないか。でね、まあちょっと話は変わるんですけども、こういった作品。これね、ウォーキングデッドなんかもそうなんですけども、結構ね、似通った展開になるんだよね。なんでそこだけすごい心配。大体の場合、人間 VS 人間という構図になって、で、俺たちの戦いはこれからだ。もしくはここで死んで終わりっていう終わり方になるんですね。話の終わらせ方が大体それぐらいしかないっていうか。なんでできればそうした予想を裏切った展開になってほしいというところ。よし。さて。で、次、金庫。あの番号ね。あれ欲しい。と、こっち。これ開けて。で、早速そこにいらっしゃる。と、そっちの巣ね。これ壊しとくか。
あとこっち、これ開けてスクラップ、もうこれ満タンか。どう？うんとね、サプレッサー、ここに銃にサプレッサーを装着すると発砲を隠すことができる。ホイールで銃を選択し、ある以上してサプレッサーを装着。ここにあったの、これよくわからん世界だな。待ってね、銃を選択、ショットガンではなくてこっちで、よし、装着 OK。 100%、 あ、これも消耗品なんだ。よしと、サプレッサー、ボンネットに入ってるもんな、サプレッサーって。でですね、こっちか、やっぱりこの中に入るのか。これこっちはいけるんだですね。で、物色タイム、よし、消毒液、アルコール取って、ここに、これ何、布、はい、あとこっち、あ、これいけるんだ、普通に入っていける。ただね、瓶、これと布と、ここはこれ何、包帯、いや、トイレットペーパーですね。もうないか。となったらやっぱそっちかな。燃やしていこう。これ結構探索すごいですね。しっかりしてる。で、爆弾再び作って、グーチョキパーで火炎瓶これ作って、これしょ、これ巣でしょ、連中の。出てきた、あちいっつって、まあ、チーワン。よし。そう、殲滅。で、もう一個あんだな。4分の3。あ、で、ここもこれすげえいっぱいいる。あ、死んでない。こういう敵は、こうです。よし。で、リロって、シャッガンにして、あい。お疲れさん。よし。さあ、残り10発。で、これもっすか。ちょっと待ってね。こっちから行けない。ここ結構広いな。で、さらに何かあった。これ何？ビール瓶。OK。あとね、すいません。こっちか。トランク。これなんだ。最大、こっちは、おー、びっくりした、びっくりした、近く、子供か。これ表現結構すごいね。多分日本だったらできない、これは。子供を殺すっていう。でもゲーム的に考えるんだったら、ここに暗証番号ね、あれがあるはず。もしかそっちか。これどうかな、冷蔵庫。ね、これ何、スタミナカクテル、これなんすか、スタミナカクテル、なんだろう。あ、これですね、スタミナカクテル。スタミナは即座に一定量回復し、その後もゆっくりと回復する。使いどころが難しいやつ。これこんだけ、ぽいですね、こんだけか。じゃあ次行こうか。お次。あ、これか。さあ、爆弾。これにして、ポイ。で、クラフト。よし。今のうちに作っとく。で、出てくるんで、こうする。まずい！待って、何？ミッション完了。戦闘の最中なんだけど。で、ホットスプリングスキャンプ。信頼度ね、プラス750。と、フリーカーキラー。目的、フリーカーゾーンを移送して、外を少しでも安全にしねえと。8%。ちょっと見終わってからのこれはいかんて。はい。格闘。よし、バットコンボ。刺さった。よし。さて、大体平和になった。で、そっちね。そっち行くんだけど、ちょっと待ってね。
金庫の番号、これどこにあるんだ。早く。よし。ここにこれないかな。どう？またこれか。ヘルスカクテル。これこんだけですね。マジか。意外とないっていう。と、そっち。これそうね。近接かな。ちょっと待ってね。よし、まず開けて、よし、弾薬。こいつはうめえ。ショットガン5発。いいよ。ダノさん来るんで、これでやっていく。はい。お疲れさん。もう一発。はい。よしよし。でね、こっち。これ多分これ関係ないかな。こっちね。で、そっちか。こっち行こう。出発。あの金庫何なんだろう。すごい気になる。さあお次、ガレージ、ガソリンタンクと布か。これと、よし、燃料と、ここにも OK。 バット、これ、うん、これそうね。一旦、放置。まだ使わないと思う。ただそこにいるのかな？どう？うん、パッと見えない。いませんね。いや、これ難しいな。探索をすごいないがしろにすると、なんかね、取り逃しそうそうだわ。こっちもない。ただ外にある。こっち。よし。さあ、瓶と燃料。で、この燃料を使いたいときに敵はいないっていうね。巣もないし。店に入る方法を見つける。こっちっぽいな。非常にこっちっぽい。で、そこに一匹。これはステルス。子供か。あれ、こういうところね。これは、うん、開けなくていいかな。さあ、裏口行ってしまおうか。で、これ爆発する。くそ、こっからは入れそうもないな。屋上から入れるかもしれない。上か。この上。ちょっと待ってね。これどう行くんだ。こっから登っていけない。あ、ですね。これか。多分こっちだ。よし。で、こう行って、一発そうね。回復。ヘルスカクテル。ちょっと待ってね。包帯。これ使おう。よし。またニュートが。くそったり。あ、で、ニュートがいる。うぜえな。あ、ほんとだ。いっぱいいる。これはね、一匹、くっそ。すばしっこいんだな。よし。一発無駄にした。今のもったいね。アイテムないね。下か。こっちだ。こう入る。ここも暗いな。だ、で、声がする。めんどくせえ。すごいな、めんどくせえで済ますとは。よし。さあ、瓶取って、燃料取って、金庫の番号ね、これどっかないかな。あるとしたら、もしかしてね、あの店の中なのか。何？イケメン募集、観光コレクション。と、こんなか。よし、大学。うん、弾ね、割といっぱい手に入る。どっかに燃料ポンプがあるはずだ。ちょっと待って、そっち。そう、ここになんかある。これ何？あ、スクラップか、最大。もう持てない。
ここも、うん、薬か。よし。そこは、これ待ってね。これ燃料か。よしよし。いや、これ見逃しますね、普通に。で、ようやくこっち。燃料ポンプ。ぶっ飛ばすのか。これも燃料。となったら、火炎瓶。これ作って、まずね、素材を消費する。で、取っていく。こうです。これ探索好きな方におすすめかな。で、布。と、こいつか。どう？ブーザー、燃料ポンプ。やったぞ。見つけた。今からそっちに向かう。まずいぞ。リッパーだと。ブーザー。おい、ブーザー。どうなった？次、54メーター。ブーザーを見つける。こっから出る必要がある。待ってろ、ブーザー。今行く。で、開くかな。よし。これ普通に開くんだ。待ってろよ、今行く。そっちだ、60メーター。ブーザー、どこにいる？あっちか。このタトゥーは死者に刻まれしシンボル、迷いし者である証だ。離せ！クソったらが！相変わらず、お前は迷いし者だ。我らが救ってやろう。我を捨てよ。迷いし者に目覚めよ。さあ目覚めよ。お前は迷いし者を清めてやる。導きよ、我を捨てよ。捨てよ。さあ清めてやる。これ結構いいですね。演出がいい感じにえぐい。これ素敵だわ。で、遮蔽物。この近くで丸ボタンを押してしゃがむと隠れることができる。遮蔽物。よし。で、向きの切り替え。エイムしながらバツボタン。こうね。で、まずはショットガン。刻まれしシンボル、迷いし者である証だ。これどこにいる？あ、そこだ。ここにいた。よし。さあ、これでやっちゃっていいの？我を捨てよ。おい、こっちだ。ブーザーから離れろ。よし、かかってこいよ。よし。で、コロンコロンしてこう。リロード。よし、やったぞ。大丈夫か？いかれやろ。ブーザー、一人残らせぶっ殺してやる。ひでえな。くせえ。捕まれ。いいって。いや、無理だ。ほら、立て。クソリッパーがやるぞ。やつら、いきなり襲ってきやがった。ああ、くそ。まるで待ち伏せされてたみてえだ。よし。腕が。今は見るだ。俺の腕が。いいから、そうだ。今は考えない。早く乗れ。ああ、くそ。クソリッパーどもが！ったく、やっと着いたか。なあ、ブーザー、ここでちょっと待ってろ。中を確認してくる。やだね。さっさと眠れて。よし、荒らされてないな。まあ、盗むもんもねえしな。ちょっくら横になるぜ。ありがてえ。俺はバイクと薬を取ってくる。一人で平気か？よし、ネロの検問所に行ってみる。
あそこなら包帯や鎮痛剤があるはずだ。俺のバイクに乗ってくるか。いや、歩いていくさ。まだ日が出てるうちにな。おい、必要なら弾持ってけ。ドアの横のトランクに入ってる。ああ、あとショットガンは置いてけ。ああ、ブーザー。ああ、わかった。ほらよ、こいつがないと落ち着かねえんだ。さて、検問所か。あそこに行くんだ。ネノの検問所。これ持ってるやつ分けないの？包帯とかね。そういった精神はないんだ。あ、そう。さあ、どうね、すいません。今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、で、また次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。ではね、また次回デイズゴンでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。そしてこれからですね、動画のパート1と最終回で支援者様のお名前を掲載予定です。これ以外にも今回掲載できなかった支援者様、グッズご購入者様、そして全ての視聴者様、本当にありがとうございます。よかったら YouTube のスポンサー機能か、もしくは Pixiv ファンボックスにてご支援いただけると嬉しいです。詳細は動画説明欄か、アイロンの Twitter をご覧ください。今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。